おはようございます。もうね、朝結構明るいんですよね。で、朝ごはんを作ります。水を入れて、でチリ、アーモンド、これをブレンダーにかけます。あ、こっちじゃねえよ。こっちだ。さっき作ったアーモンドミルクを入れて、その間に、朝はご飯食べたら7時ぐらいにジムに行くので、その前にこれを一杯だけ飲みます。ねえ、どこやってんだろう。3分か5分ぐらい。で、ここにバナナを入れます。で、まあ朝はなんかここで YouTube とか適当に見ながら朝ごはん食べてます。それでね、最近朝ごはんはもうほぼ毎日これを食べてますね。ほぼっていうか毎日これを食べてますね。もう何も変わらずにひたすらこれを食べ続けてます。ということで、お昼に、今日のお昼ご飯はのグリーンピースパスタと、っていうかそこにちょっと油揚げあるんで、あとタアサイの菜の花を具にしてパスタ作ります。この前宮古島で買ってきた唐辛子をちょっと入れて、野菜火通ってきたんで油揚げ入れて、お塩を入れて、でこれちょっと具の量が多いというか2人分作ったんで、1個はまた明日食べるように取っときます。まあ、お昼はこんな感じです。で、あとコーヒーでも入れるかな。ちょっと何日か前にまた豆をいったので、
これはね、僕のお気に入り、ペルーマチュピチュ天空というやつ。少し浅めに行ってあります。この豆のパスタがね、結構美味しくて、でもね、ちょっとパサパサしてるんで、今回は油揚げを入れましたけど、なんかね、こうちょっと油っこいものとか、あとキノコとか入れた方が、ひよこ豆のパスタとかレンティルパスタとか、なんかそういうのはね、ちょっと食べやすくなる気がします。うん、あと冷めると全然美味しくないです。あったかいうちに食べることをお勧めします。ラテできました。ということで、これが今日の昼ご飯です。今から夜ご飯を作るんですけど、ちょっとね、このなんだろう、長芋とじゃがいもとネギと、あとこれは菜の花かを水でっていうか、お湯で茹でただけのものがちょっとね、最後残ってたんで、これと、あとね、麺、台湾の麺がちょっとまだ家にあったので、これを茹でて、で、味付けは、自分で作ったひよこ豆味噌と、あとちょっとまた辛くしようかな。そう、これもね、これもなぜか台湾のがまだちょっと残ってるんで、少し辛いやつです。これと、そう、これにタレみたいなソースがついてるんで、これを混ぜてここに入れてスープ作って麺を茹でて食べたいと思います。これね、結構辛いんで、ちょっとだけ。すごいアジアの匂い。で、これが今日の夜ご飯です。なんだろう、ピリ辛味噌ラーメン的な。で、あとこれをちょっと一杯飲んで、で、夜ご飯とかに豆とかいっぱい食べるときは飲まないんですけど、あと夜ご飯なんか炭水化物だらけだったんで、これを一杯飲んどきます。で、これでもう夜ご飯は終わりで、寝る前にこれをいくつか飲みます。なんて言ったらいいんだろう、これミルクシスルと、あとベントナイトとチャコール。今これを寝る前に飲んでます。 あとね、今 MSM も飲んでます。前も飲んでたんですけど、ちょっとしばらく飲んでなくて、でまた最近買って少し飲んでます。今はこの4つですね。でね、このサプリメントも、なんでこれそれぞれね買って飲んでるかとか、
なんか一本動画にできそうなんですけど、まあ、ちゃんとね、なんで食べてるのかを伝えた方がいいかなとは思ってるんですけど、まあ、興味あれば動画作ります。なので今日一日で食べるのはもうこの後はもう歯磨いちゃうんで、歯磨いて後でこれを水で飲んで終わりなんですけど、まあ、こんな感じです。